流儀ですね。今回は形から入る人はほぼ続かない、形から入る人はほぼ続かない。まあこれシンプルに形から入る人っているんですけど、形から入るとどうなるかっていうと、形が優先なんですよ。見てくれが優先順位一番なんですね。ということは妥協できないんですよ。ね。まあ妥協することがいいことだって言ってるわけじゃないんですけど、妥協しなかったらどうなるかっていうと、終わりなき戦いなんですよ。で、この終わりなき戦いに勝てるかって話で、まあほとんど人は勝てないんで、まあ無理です。例えばピクサーズとかね、髪の毛1本作る 3G にね、妥協をそこ許さないから、ね、半年とか作るんですよ。髪の毛作るのも、揺れるとかね。あと、ディズニーのね、CG のやつとかも、もう、クリエイターさんが雪の中に入って動きとかやったりとか、もう、めっちゃ細かいんですよ。できます?半年間髪の毛かけます?いや、僕それ聞いた時にね、すげえな、みたいな。なんかピクサーズで、日本人が働いてるみたいな、あったんですよ。で、どういう仕事してんのかって髪の毛作ってますみたいなね。半年髪の毛やってますみたいな。マジかみたいな。半年髪の毛ってどういうことやねみたいな。だから本当にね、形を本当に最上級、世界レベルまで、本当形をやり出したらキリがないです。世界レベルそんな感じですからね。どこのレベルに落とすかですけども、でも、形から入ったら、どんどん形、よくしたいっていう優先度が高くなるんで、本当に終わりないんですよ。で、結局負荷がどんどんかかっていくんで、続かないってことですね。それでたまに続けられる人もいるんですよ。ただし、続ける上で大事なことって、タモリさんが言ってたんですけど、適当なんですよ。わかります？これタモリさんは、多分、ギネス記録ですよ。ギネス記録ですよね、いいとも。で、いいともなんでそんな続けられたんですか？適当だよみたいな。適当じゃないと無理でしょみたいな。いや、まさに本当にその通りだと思います。適当、この流儀もね、正直もうやりたくないんですけど、適当だから続けられるんですよ。でもこれしっかり話さないといけない。しっかり台本作ってやんないといけないって言ったら、こんな量産もできないし、バンバン取れないですよ。だから続けていくには適当っていう部分が必要です。ただし、適当にやって結果が出ないんだったらそれはダメですよ。とりあえず続けることが目的になっちゃって、適当にやってね、結果が出なかったらダメです。だから結果を出しながら続けていく上で、要は続けないと結果出ないじゃないですか。やめちゃったらもう結果で 100% 出ないんで。どうすか？引退してるのにどうやってホームラン打つんですか？無理でしょ。引退してんでしょっていう。ね。引退してるのにもう、君はバッターボックス立てないでしょって話じゃないですか。ね。なんで、やめたらもう結果は出る可能性はもう 0% です。なんで、続けるっていうことはもうもちろん大事です。ただし、続ける中で、結果を出す改善ですよね。そうしながら、続けていくと。ただし、完璧、形から入る人は、続かないですね。続かない。だから僕もね、今一眼の 4K でマイクもね、これ、ロードのやつで撮ってますけど、最初 iPhone のこれからスタートですからね。ポケットから出してこれですよ。もはや何もなかったです。iPhone しかなかったです。それから始めましたから。で、そっから徐々に、だからそのドン・キホーテで1000円ぐらいの三脚買ったんですよ。で、それずっと使ってたんですけど、それでめちゃめちゃ取りましたね。1000円の三脚最初 手持ちで。で、次ドン・キホーテで1000円ぐらいで買って。で、それでもう2、3年使いました。一眼レフなんかもう、まだ浅いですね、歴は。だマイクとかも揃え出しましたけども、使い倒してからですね。それでいいと思うんですよね。だって、バッターボックスに立たないと可能性ゼロじゃないですか。そもそも論として。だから、どこ目指してるんですかっていう話で、世界のピクサーズを超えるような、そういうね、クオリティを求めるんだったら求めてもいいんだけども、時間かかるよと。で、それでうまくいかなかったら、大丈夫みたいな。それでうまくいかなかった、結果いなかったら、その半年どうすんのって話じゃないですか。いや、だったら早くバンバンやって、それに対して改善して、結果を突き詰めていった方が僕はいいと思いますね。時間戻んないんで。
だからまあ続けながらやりながら結果を出しながらそれを模索していくっていうことが大事ですね。まあ少なくても僕ノー編集で結果出してるんで、ノー編集で商品売ってますよ。でも逆に僕は柴田さんの動画を見て YouTube はこの形の方が素人っぽくていいなと僕は思いました。柴田さんがねこうやってね切ってたわけですよ。こうやってねビデオカメラでピッて、あ、ほぼノー編集だったわけですよ柴田さんも。あ、これだなと、これで行き切ったら勝ちだなと。だって楽じゃないですか。でしかもなんかそのなんかこのボタンのねこの後ろを手を回してこう押すのが結構そのリアリティあるんですよ。だからそのテレビ番組と YouTube の違うところってやっぱそのテレビじゃ絶対ないとこじゃないですか。テレビでこんなやんないんで。わかります？まず絵面でボタンを押すこう絵面ないですよね。どうですか？ないですよね、テレビで。ないんですよ。で、それは YouTube にしか出せないんですよね。だから最近芸能人とかいっぱい入ってきてテレビっぽくなってるんですけど、いやいやいやと。そもそも YouTube って個人のプラットフォームですし、芸能人入ってきてもヒカキンさん超えてる人もあんまいないんですよね。それは実態です。芸能人が来たとしても全然バズってない人もいますし、だからなんだろうな、その YouTube って個人のとこなんで、なんか個人らしさっていうのがあっても僕はいいと思います。僕はね。だからその別にそういう人はそれをやればいいんですよ。芸能人の方はその何人もチーム編成してやったりとかね、まあ有名な YouTuber とかもそれやればいいと思うんですけど、別にそこ僕目指してないので、有名になることを目指してなくて自分が自由になることを目指してるので、じゃあ自由になる、自由にで、生活できるレベルを稼げばいいので、だから上を目指さないっていう、上を目指せみたいなのあるじゃないですか。僕上目指さないですね。とにかく下です。もうとにかく地に足をつけるっていう、地にひたすら足をつけてね、もう圧倒的な土を作るっていう、圧倒的な土です。でその土に何種まいても何でも入るっていう土です。魔法の土です。魔法の土台、これを作りに行くっていうね。ちょっとピッてやっとけばね、何でも咲くみたいなね。僕はそこね、上を目指さず土を作るっていうね、それがいいんじゃないかなと、まあ僕の生き方やり方ですから。はい、いってらっしゃい。